真昼の月輝き垂れ込める霧王都を満たす時我らを王国の反逆者たらしめた因縁の城の頂きに陽炎のごときもう一つの月現れ七つの大罪は再び集結する。寄ってらっしゃい見てらっしゃい待ちに待った新豚の帽子邸の落成式だぜ。俺たちにはやらなきゃなんねえことがあるだろ。お前は七つの大罪団長ドラゴンシンのメリオダスだ。俺は昔の自分に戻るのが怖いよ。でもダメ、あなたばかり傷つくのは。リアンヌ、ここは3000年前のブリタニアなのかもしれない。あの裏切り者メリオダスを引き渡す。魔人どもを根絶する時です。白い聖戦の終結がやってきました。彼は私の全てのエリザベス行けー。私が止めます。七つの大罪神々の逆鱗テレビ東京系 BS テレ東にて放送スタート。500年ぶりか、外界に出るのは。やはり外の世界はいいものだな。